能登半島地震のあとおよそ800人が一時避難した石川県穴水町にある総合病院があす月曜から一部の科で外来診療を再開することを決めました1日の大津波警報が発表された際には多くの周辺住民が避難のためこの穴水総合病院に身を寄せていました穴水総合病院は 地震直後に自主避難所としておよそ800人が身を寄せていたため、これまでは救急医療を中心に対応してきました。その後、受け入れ体制が整ったとして、明日から一般の外来診療を一部再開することにしました。いつもの先生とかにちょっと心配なことを聞いてもらいたいということはたくさんおられると思うんですよ。なので、普段の外来というのはとても大事だと思います。 ただ病院では今も水が使えない状態で通常の診療ができるよう一刻も早い復旧を目指すとしています。